目標として私自体が頑張ろうかなと思うのは4500万円頑張ろうかなと思っています。弊社としては一括で交換された方がオーナー様にとってメリットがあるんじゃないかなと思うんですけども、おはようございます、神奈川管理大サイニットの甲田です。よろしくお願いします。職種は建物の管理業務です。弊社の方で管理させていただいているオーナー様の建物のメンテナンスや退去した後のリフォーム、外壁塗装工事や大型リフォーム工事の提案をさせていただいています。私自体担当させていただいているのが、建物の個数でいうと1000個で、オーナー様の人数は大体150人から200人ぐらい、接種させていただいています。でオーナー様で多いのはやっぱり年配の方が多くて、基本的には気さくで本当におじいちゃんおばあちゃんに会いに行くような感じで、いつもアポイントメントは組まさせてもらってます。売上目標はあります。今年でいうと私だと、目標が2500万円で、目標として私自体が頑張ろうかなと思うのは4500万円頑張ろうかなと思っています。出勤してからはメールの確認をしています。午前中は事務処理、あとミーティングで、午後はオーナー様に挨拶しに行ったりだとか物件の確認をしています。で4時ぐらいまでに戻ってきて事務処理をして帰社しています。今から始まる会議は、今月の数字の着地の報告と、次月に、提案する予定の工事の報告、あと今受注している工事の進捗の報告をこれから始めます。お疲れ様です。お疲れ様です。甲田さんの方から、一番の案件に関して、はい、報告のお願いします。一番についてはもうオーナー様の方には、外壁塗装工事の話はしていて、で、まあ、オーナー様の自体も今の現状の方を把握してたんで、じゃあまあ早速見積もりをっていうことだったんで、今もう業者の方に見積もり依頼を出させてもらって、届き次第アポイントメント組んで提案しに行く予定ですね。わかりました。金額的にはだいたいどれぐらいの、だいたい400万円ぐらいで、利益が100万円ぐらいにはなるかなと。話した感じだとどんな、例えばその案件で言ったら A 案件 B 案件で言ったら、A 寄りの B、甲田くん5年目の社員なんですけど、やっぱりその一番彼の特徴っていうのがですね、仕事に対するこうやる気というか、やっぱ気持ちが強いんですよね。なんで課されたミッションに対してやっぱりその自分でやらせてくださいっていうことを結構発言としても多いのもあって、そういったこうやっぱやる気を感じるんで、ぜひこの案件に関しては甲田さんに任せたいっていう気持ちにもなりますし、逆に言うとそれで言うだけじゃなくて結果も伴ってるというか、営業マンで言ったら本当にトップランナーかなっていうのもあって、自分もすごく期待かけてやってもらってます。案件に対して、まあ、結構オーナーさんとやり取りしてるのも自分も聞いてるんですけど、やっぱ丁寧に説明してるのと、やっぱ行動が早いんですよね。例えばこの案件任せたいって言ったら、じゃあすぐ見積もり取ります、見積もりしたらすぐアポ切ってオーナー訪問して結果が出てくるっていうような形で的確に動いて、でかつ迅速に動いてるんで、やっぱりそれで結果がついてくるのかなっていう、本当ぜひ他の社員もそれを見習ってやってもらいたいなと思ってます。いつもお世話になっております、私株式会社TOTOの甲田と申します。お世話になっております。今お時間よろしいでしょうか。ありがとうございます。弊社で管理させていただいているお建物の件でご連絡させていただきまして、今入居者様の方から給湯器の不具合のご連絡いただきまして、はい、それでもしよければちょっとお見積もり書の、まずは明るく元気よくが大事で、それにプラスアルファしてやっぱりちょっと根気強い人、あと約束を守る人はすごい向いてるかなとは思います。
まあ、仲介と管理で部署は違くてやってることも違うんですけど、まあ、何かと相談しやすくて、でそれに対してやっぱいろいろ気にかけて連絡もくれるので、何のことでも相談できる、話しやすいいい先輩ですね。今からあの給湯器の件でオーナー様にあの工事の、商談をしに行きます。まあ、5年目なので緊張してないって言いたいところですけど、正直ちょっと緊張しますね。あの大きい工事の提案なので。あ、こんにちは。おはようございます。すみません、お忙しいところ本日お時間作っていただいて、で先ほどちょっとお電話でお話ししました給湯器の件で、うん、一応今回104号室の給湯器が故障したということで、はい、まずちょっと104号室のお見積もり書からお手させていただければと思うんですけども、まあ、1台あたりで大体これぐらいかかってくるかなと。あ、でなるほど。こちらはちょっと弊社からのご提案なんですけども、うん、一括交換で今15部屋ある中で、はい、15部屋分交換された場合のお見積もり書がこちらになります。はい。でやはり一括交換でされた方が、まあ、そうこれだけ、ね、そうですね、抑えられるというところもあるのと、うん、今後あの例えば給湯器の不具合だとかで、うん、あの10年間は起きなくなるかなと思うので、うん、管理会社として弊社としては一括で交換された方がオーナー様にとってメリットがあるんじゃないかなと思うんですけども、うん、いかがでしょうか。そうね、金額的にもねだいぶ、そうですね、だいぶ金額的には下がってくるので、ね。はい、そうですよね。でこれですいません、あのまた昔に一定なんで決まったら承知いたしましたと思いますんで、ありがとうございます、はい、そしたらあのこちらの方で進めさせていただくようにしますので、はい、よろしくお願いいたします。いいえ、またいつもすいません。あ、いいえ、そんなにこちらこそお忙しいです。すいません、ありがとうございました。いい、はい。オーナー様から了承いただいたので工事の方を進めていきたいと思います。今回のリフォームはもともと和室3部屋あったところを洋室に変更させていただいたのと、浴室とキッチンがだいぶ経年劣化によって汚くなっていたので、新しいものをあのオーナー様に提案して交換させていただきました。あの全部私たちの方で今お客様にとって何が需要があるのか供給があるのかっていうのを調べた上で、この床材どうですかっていうのを物件ごとにあの使い分けるように提案させていただいてます。戻りました。基本的には18時から19時の間には帰社するようにします。残業はやはりあのどんなに忙しくても1時19時までには帰るようにしてるんで、1時間しかしないようにしてます。私のマイテーマは誰にも負けない営業マンになるにはです。今年5年目になるのですが、初心を忘れず、常に、チャレンジ精神を持って、これからも営業を頑張っていきたいと思います。じゃあお疲れ様でした。お疲れ様です。お父さんあんま食わないから。いや頼りになりますよ。ありがとうございます。いろいろ週に最近週3ぐらいで電話してます。仕事中に。今一緒にやってることがあって、もう週3以上週、下手したら毎日電話1回はしてますね。私は結構ですね、入居者の方からなんかちょっとクレームっぽいことが入った時に、やっぱ対応お願いしますっていうのをやっぱ後輩からだとちょっと言いづらいので、こういう場で仲良くなってなることでちょっと頼みやすい感じはあります。電話だとね、確かに顔わかんないからな、はい、怒ってる顔とかどういう人かわかんないもんね。月1回飲めるっていいことだね、本当に。今副店長をやってて新人賞も受賞してるもんね。2人も新人賞取れる可能性全然あるわけだし、これからだもんね、はい、まあ、いろんな項目で表彰の制度あるから、それが結構いいかなというのは思います。しかもね、しっかりそういうのやってればチーフとか副店長にすぐなれるもんね。だから4年目で課長代理と店長代理だからね。
他社だと30代とかが多いと思うので、それはいいかなというふうに思います。確かにそれは思うね。実績でちゃんと評価してくれるからね。やっぱ社会人っていうイメージで漠然と不安が大きくなるとは思うんですけど、入ってみたら楽しいことばっかりなので頑張りましょう。大変なこともあると思うんですけど、すごく楽しく仕事できてるので頑張ってください。自分はもうやってやるぞっていう人にすごい向いてる職業で、ちゃんと評価してくれる会社だと思うんで、もう向上心のある子が来てくれると嬉しいです。まあ本当にこういう月1回とか2回とかこういうメンバーで飲んでるんですけど、今日ちょっといないメンバーとかもいて、もっといい先輩とかも、あの先輩社員とかもたくさんいるんで、まあ入社したらこういう会をちょっとどんどん開いていって、みんなで仲良く仕事頑張って、こういう楽しい時間を過ごしましょう。頑張りましょう。皆さん入社待ってます。